武田実況部長の中森です。それでは今日も質問に答えていきましょう。武田塾チャンネル。中森先生に受験相談乗ってもらうことって可能ですか？今のところ僕は受験相談は受け付けていないですね。校舎に行った時に生徒と面談することはありますけれども、ちょっと今のところはね、申し訳ないですけど時間なくてですね、ちょっとできないです。で、ただ出版イベントとかが今後やると思うので、そういう時にね、もしイベントとして受験相談やれたらなっていうふうには思ってます。共通テストって何教科、カンカン同率ってことなんですけど、これはね、まだ発表されてないですね、正式には。なので、まあ発表され次第っていう感じにはなるかなというふうに思います。とりあえずね、ホームページ、各大学のですね、を随時応用にしてみ、てください。英語現代文古文の問題演習の参考書って一通り解き終わった後はどのように使っていけばいいのですか？まあ、例えば英語だったら音読とかね、そういうのやってもいいかなとは思うんですけれども、基本的に武田塾で復習するとき、解き終わったやつをやらせるときっていうのは、本当に初見で自分で解けるようになってんのかっていうことを説明できるかどうかを見直しなさいと。回答の根拠だったり、それが本文のどこから分かるのかだったりっていうのを、もう人に説明するつもりでしっかりやれるかどうかっていう。だから国語とか英語の文章読解系の参考書が、あたかも自分で解説考えました的な感じで、もう全部喋れるぐらいまで仕上がってるかどうかっていう風にやっておくといいかなと思います。はい、続いてセンター英語ならターゲット1900、どこまでやればいいですか？とりあえず800までやれば、基本は十分かなと。余裕があったら1500までやってもいいけどね。で、ただどっちかっていうと、その下のレベル、例えば中学単語とかがちゃんと抜けがないかどうかっていうのは確認した方がいいかなっていう風には思います。はい、古典の読解の富井先生、吉野先生の参考書比較、中森先生どっち派ってことなんですけど、古文嫌いだったら富井先生で、まあいわゆる王道的な感じだったら吉野先生かなっていうふうに思いますね。まあそういう使い分けかなと基本的には思っています。高2の二つ橋大志望です。国語をどのレベル、もしくはどの程度やっていけばいいか教えてください、お願いします。基本的に国公立だったら、まずセンター突破できるレベルまでは必須で、それプラス記述対策と過去問のやり込み、かなっていうふうには思います。まあ、得点ダッシュなんかは絶対やっておいた方がいいかなとは思いますね。可愛いの。はい、学校での長文対策にハイパーやるならやっておき、やらなくてもいいです。その学校でのっていうのが定期試験ってことでいいのかな。だったら定期試験ってどんなものを出すかにもよるんですよ。例えば過去問出すような大学、高校だったら、その普通にね、やっておきたいとかやってもいいかなとは思うんだけど、まあそういう感じじゃないとかだったら、ハイパーやっておけば読み方は習えるから、まあそれ以降は学校の課題のプリントとかのやり込みでいいんじゃないかなっていうふうには思います。はい、スクランブル英文法、語法とネクステって問題数に差があるんですが、スクランブルのパワーアップで補いますか？まあまあ十分いけるとは思いますよ。いわゆるああいう網羅系は、例えばその単元がないとかね、文法あるけど語法扱ってないみたいな違いがあるケースだったら、まあちょっと気にしなきゃいけないところではあるかなと思うんですけれども、まあだいたいね、どれ使っても大丈夫にはなってます。はい、世界史のセンターで8割取るためにやるべき問題集を教えてください。問題集何もやってないやり方です。これはまあ武田塾の動画の世界史の勉強法とかで参考書紹介してるんで、まずそれを見てほしいっていうのと、まあ一問一答でも、まあそれこそね、スピマスとか、そういうものでもいいけど、なんか一冊基礎知識まとまってるものが本当にちゃんと頭入ってて、プラス教科書だったり攻撃を一通り読んでてっていうことができてれば、まあ十分対応できるかなと思います。あと、まあ理想を言えば地図と年号はやっておきたいかなって感じですかね。はい、一つ橋志望です。英単語帳はデュオが鉄壁で悩んでます。どちらがいいですか？正直どっちでもいいけど、まあ、デュオの方がコストパフォーマンスがいい感じ、鉄壁の方が結構やり込む感じっていう形ですかね。まあ、だから英語を、まあ、どのぐらいやるかにもよるけど、とりあえずデュオからやって、必要だったら鉄壁追加でやればいいんじゃないとは、まあ、思いますけどね。はい、デュオの方が割とスムーズに終わるかなと思います。まあ、ただあれは文章関わってくるんで、英語をある程度好きな人向けではありますけどね。はい、といった感じでした。今回は以上です。武田塾公式アプリルート武田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリで分かります。カリキュラムや参考書の使い方などを一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。